サンパウロの鉄道では、サンパウロ大都市圏の鉄道網について述べる。道都市圏では2017年7月、近郊鉄道 c p t m のルス駅構内交通渋滞の解消とバスや自動車の排気ガスによる公害の解消を目的に、1970年代より地下鉄路線網の整備が都心部を中心に進められてきており、 サンパウロ地下鉄は2017年現在、1、2、3、4、5号線に加え、モノレール15号線の計6路線で運行されており、さらに6号線とモノレール17号線が建設中で2020年には、総延長 130.5km、7路線、101駅の地下鉄網が完成する予定である。さらに、16、18、19、20号線が、 建設計画路線に策定されている。地下鉄以外の近郊鉄道については、地下鉄よりも、はるかに長い歴史を誇ってきたが、施設の老朽化等が目立っていた。そこで、1990年代以降の市街地の郊外への拡張と人口の増加に対応すべく、1992年にサンパウロ都市圏鉄道会社が発足し、それまでの近郊鉄道路線部門を統合。 貨物路線を電化し、狂気路線を高規化すると、輸送力を強化して通勤用路線として整備した。2017年現在、92駅、7 8 9 1 0 1 1 1 2号線の6路線、総延長2 5 8 4トルの都市、鉄道網を形成している。将来的には、グアルイリョス国際空港への連絡鉄道など、計13路線20、202駅、 総延長4 0 3 4トルに及ぶ鉄道網に拡大する予定である。だが、人口2000万人に上る南米最大の人口を抱える都市圏としての旅客鉄道網の規模はまだ小さく、地下鉄網ではメキシコシティやサンティアゴに及ばず、近郊鉄道網はブエノスアイレス以下の規模である。普通乗車券の他に路線バス、郊外鉄道、 地下鉄共通の連絡乗車券や学割乗車券がある。路線バスと同様、ビールアタユニコという IC カードシステムを導入している。普通乗車券については1枚で複数回の乗車ができる券が発見されていたが、2006年に廃止された。近郊鉄道路線図サンパウロ都市圏鉄道会社により運営されている。 一日におよそ290万人の乗客を運ぶ。多くの路線が貨物と共有している。サンパウロ地下鉄路線図15、16、17、18号線はモノレールとして建設され、サンパウロ地下鉄に含まれている。2009年から CBTM によってエクスプレッソトゥーリスティーコという不定期の観光急行列車の運行も始まり、週末に留守駅から パラナピアカバ駅、ジューンジェイ駅、モギガズ・クルーセス駅までの3路線が運行されている。かつて、旧サンパウロ鉄道のターミナル駅であったルス駅と、旧ソロカバーナ鉄道のターミナル駅であったジュリオ・プレステス駅から中、長距離を走る旅客列車が発着していたが、相次ぐ高速道路の開通や航空路線に押され1980年代、移行急速に列車の削減が行われた。 最後まで残った中、長距離列車は、リオデジャネイロへ向かう、夜行列車が1日1便及びサントスへ向かう1日2便の列車であったが、それらも2000年を前にしてすべて廃止された。その後は、バハフンダ駅からサントスまでの観光列車が、不定期ながら運行される程度である。なお、新たな交通手段の一つとして、 リオデジャネイロやカンピーナスとを結ぶ高速鉄道が計画されている。以下は計画路線も含むサンパウロ鉄道も一覧である。すべての計画が完成する土地下鉄は8路線、モノレールが4路線、近郊電車が8路線となっており、計画全体では28路線の鉄道路線となっている。エスプレス・トゥーリス・ティーコ CPTM2016 年5月19日。 ありがとうございます。